さあそんな感じでロードトゥネクストゲート2014後半戦参りましょう。 VTR ビートワイプ。それではスタジオリハーサルの後半戦をご覧いただきましょう。テーマはまあ分かりやすく言うと原住民の村にまあそういう都会的なまあ密猟者が現れて、まあそのちょっと戦いというかバトルというか、まあそういったのがちょっとしたテーマになってますね。今回はちょっと結構振りも難しいところもあるので結構子どもたち頑張ってくれてると思います。なので本番思いっきり楽しみにしてご覧になってください。みんな頑張るぞ。はい、練習した分を全力でするように本番頑張りたいと思います。初めてのネクストゲートですけど思い切ってダンスしていきたいと思います。練習したことの成果がしっかり発揮できるように精一杯素直に全力でやりきたいと思います。曲に合わせたちょっとかっこいいイメージで迷彩と黒で揃えてます。10人ということで今年出るの楽しみにして練習してます。よろしくお願いします。ちょっとまあ毎回最近レッスンで結構こう眠たくなってる子がいるので、今回の作品を睡眠不足っていう曲を使ってまあみんなのプライベートな部分を見てもらおうと思い、まあ学校のまあ朝起きてから学校行ってレッスン行ってずっと眠たいぞっていうのをテーマに作品を作りました。ラストで自分はこのダンス始まったのこの KBS 京都のこの木曜日のこの今実践してる時間でダンス始めたんです。でそれで今こうやってみんなでラストネクストをこのメンバーで自分が先生となって最後飾ります。だからみんなで頑張ってもらいたいなっていうのがとてもあるから、どのクラスよりも一番目立ってめっちゃかっこよく頑張ってくれますか。よしよしよし。で渦巻さんもそれに負けないぐらいちっちゃいこのパワー、それをもうまどかスタイルをみんなに伝えたんで、みんなでまどかクラス頑張ってもらいます。頑張るぞ。
ラストなんで、寂しいですけど、みんなで力を合わせて、最後ちょっと感動させれるようなショーをできたらと思ってます、今までありがとうございました。またよろしくお願いします。以上、ロードトゥーネクストゲートスタジオリハーサル風景をご覧いただきました。個性的なクラス、かわいいからかっこいいまで、初登場から今回でラストのクラスまで60クラス以上が12月21日呉竹文化センターに大集合。多くのドラマと感動を生んでくれることでしょう。